みなさんこんにちは。Welcome to EgoFile。 今回は Very を使わない利点についてお話しします。何か強調したいときって Very プラス形容詞、あるいは Very プラス副詞って書きたくなりますよね。でもそれらより強い意味を持った単語を一つバンって使った方がいいです。なぜならば語数が減るし、 Very っていう単語を繰り返して使わなくても済むので、引き締まった洗練された文章になるからです。では次の英作文の before after を比較しながら見ていきましょう。 Although my father had a very busy lifestyle, he decided to start studying English at the age of 50. 父親はとても忙しいライフスタイルを送っていたのにもかかわらず、50歳になって英語を学び始めることにした。さあ、very busy を一言の単語で書き換えるとしたらどういうものがあるでしょう。ヒントは H から始まる単語があります。ちょっと考えてみてください。答えは Hectic。 この一言で非常に忙しいという意味になります。では続きを見ていきましょう。 Learning a new language was a very difficult task for him, but he never gave up and studied it very hard for an entire year. 彼にとって新しい言語を学ぶのはとても難しいことだったが、諦めずに1年間一生懸命勉強した。さあ、まずは very difficult を変えましょう。 L から始まる単語思いつきますか？ちょっと難しいのでヒントを出すと、労働に関する言葉ですね。はい、答えは laborious。 これで骨の折れるっていう意味になるんです。なのでとても大変っていうニュアンスが出ています。次に very hard を変えましょう。 T から始まる単語にします。ヒントは疲れるっていう単語が含まれます。答えは tirelessly。 直訳すると疲れることなくなので、休むことなく一生懸命にっていうニュアンスがあるんです。では次です。 Now he can even read Time magazine very easily。 今となってはタイム誌すらとても簡単に読める。はい、 very easily を E から始まる一言で書き換えましょう。ヒントはこれもなんちゃら lessly ですね。答えは effortlessly。 努力しなくてもいいぐらい簡単っていう意味になります。では最後見ていきましょう。 His colleagues were very surprised that his English improved so much in such a short time。 彼の同僚は彼が短期間でこれほど英語を上達させたことにとても驚いた。 very surprised を A から始まる単語で書き換えてみましょう。答えは astonished。これは surprised よりもっと衝撃を受けている印象がありますね。はい、では今から全体をお見せしますので比較してみてください。どうでしょう。かなり印象が変わったかと思います。どちらかと言ったら very を使っていない方が英語力が高い人が書いたように見えますよね。まあ very は絶対避けるべきだとは一概には言えませんが、少なくとも使いすぎには注意するべきです。皆さんも今まで書いてきた英作文を読み返して very を使っている部分をどのように書き換えられるか考えてみてはいかがでしょう。それでは今日はここまでです。 Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.